主な登場人物。 C ちゃん、文字通り C の国の留学生女子。 A ちゃん、フロムジャペン、ももクロのピンク、多分に似てる、あと歌うまかった。 B 教授、人数多いサークルのみになぜかいつの間にか紛れてるので、一部からマギーと呼ばれているおじいちゃん教授。でも説教かます役でなく、学生の輪の外からニコニコしながら見てて、会計の時ちょっと多く出してくれるので邪険な存在ではない。口調は杉下右京を3倍おっとりさせた感じ。 C、 その他大勢、つまり俺ら。ちょっと大きなサークルの飲み会でカラオケのパーティールーム借りて、みんなでカラオケしたりメアド交換してたんだけど、どっかですり泣く声がしたのでそっちを見ると、 C さんがすり泣きながら日本人で仲良くなったらしい女友達に慰められていた。事情をまとめると、中国と遠距離恋愛の彼氏、あんま日本好きじゃないらしいに別れを告げられた。両親にも反対された留学を押し切った手前&ホームシックの辛さを吐き出せない。その事情を把握する頃にはだだっ広いパーティールームが若干盛り下がったんだが、多分仲良くはない女子も含め、そんな彼氏別れて正解だよ、元気出しなよと励ますも、この C さん、なっかなっかなっきやまなっき、ずっとひひのままでだだっ広いパーティールームがタンバリンすら鳴らせない。空気になった時 A さんが立った。すっかりお通夜状態の中、スックと立った A さんが C さんに、じゃあじゃあわかった、今から C ちゃんにぴったりの曲歌うから画面しっかり見ててね、というので、 A さんと仲良しだろう女子がやった A の愛子聞けるとキャーってなったので、多分全員が切ない系愛子を想像した次の瞬間、 A が光の速さで入れた曲に全員がってなった。画面には捨てられる女の足に土下座して追いすがるも無下にされる男の寸劇が、 A が高らかにめめしくてめめしくてめめしくてツーラーイオー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 、4人のイケーデカルイケーがぴょんぴょんジャンプしながら、そのうちの一人が地下を抑えてるように、 C さん、ひ、何これ、おえつ止まった。そして画面に釘付けの C さんがドラム役の人のアップ振り返り、カットにいきなり腹筋崩壊、感想で A もみんな C を囲めーと煽ったもんで、アホな俺たちは C さんを文字通り囲んでサビの振り付けを決めたりして、一曲終わった頃には C さんは笑い泣きになってた。一曲終わり、その後は騎士団とか変なバンドのバンティ泥棒の歌とかネタ曲大会で盛り上がった。 A がリクエストされて歌った愛子はすっごい上手くて、みんな聞き入ってたら C さんがまたしんみりしだしたので、締めはめめしくてお全員が師匠サッカー並みのテンションで C さんをジャンプしながら地下を抑えて囲んでる異様空間でも、最後に C さん腹筋崩壊させながら、ダルビッシュ顔なしが服着て踊ってましたに、今度はこっちが服側に、腹筋崩壊が落ち着いた時に C さんが涙ぐみながら言った、日本無駄なものばかりですに、一瞬その場の空気が凍った瞬間、 B 教授がやんわりと一言、 B 教授それはそうでしょう、無駄なものが何一つない世界を想像してごらんなさい、窮屈で息苦しいと思いますよ、ですから無駄なものがあると感じるのはそれだけで贅沢なことなのですよ。その言葉に教授深いな空気になった直後、 B 教授それにしてもボルボンの皆さんは今年も大活躍ですね。ボルボンという略称に学生全員が新しすぎて吹いてた。おかげでお開きの時も顔なしボルボンで全員不機状態だった。教授はちょっとここで待ってなさいと C さんを待たせてセブンに入り、なぜか唐揚げ棒1本、帰り道に泣きたくなったらこれを食べなさいと意図が多分分かってない C さんに渡していた。なんというか、あの場にいないと伝わらないかもしれないけど、面白かった&楽しかったので記念書き子以上です。打足だけど、 C さん曰く一人っ子政策のせいで兄弟姉妹がおらず、一人国外に出ると親孝行したくてもできないから、
兄弟姉妹が普通にいる日本が羨ましいって言ってたのがちょっと切なかったな。 C ちゃん、文字通り C の国の留学生女子。 C、その他大勢、つまり俺らみんな C を囲め。 C ちゃんはほったらかしなんだな。 C さんは笑い泣きになってた。 C ちゃんか C さんか、はっきりしろ。すまん、性別分けしようとしてグダグダになってしまった。もっと言うと俺らの C も紛らわしくてごめん。